一夜ね。とりあえず座らない。ダメ、まだ焼きそば買ってないよ。じゃあね、あの食べてからにしましょう。あ、かき氷だ。ゆりちゃん、はあ、おばあちゃんかわいそうに。早速ジュリちゃんに振り回されてるね。あ、いけないいけない。いつ買ったの？夏休み前、弥生ちゃんと一緒に買ったのよ。紫外線はお肌の大敵だからね。永遠の美肌を手にするには若い頃からガードしなくちゃ。さすが美穂。さあ、のんちゃんにも塗ってあげるのよ。アリサちゃんもね。うん。どうしたの？さっきから元気ないみたいだけど。なんかあったの？私たちに言ってみなさいよ。実はね、